こんにちは、マセン6494です。今回は日本マクドナルドホールディングス元会長兼社長の原田栄子容疑者に殴られた谷村由美さんの可愛い若い頃を眺めながら思うことについて話していく動画をやっていきたいかなと思います。はい、ということで元マックからマックに転身された原田栄子さんが、まあ、ニュースによると、ゴルフの道具で、まあ、腕と足を殴られたということで、まあ、結構、ある意味、殺人未遂的な記事が流れているんですけど、基本的に、まあ、女性に、まあ、女の人に、まあ、手を出すっていうのはないですね。うん、まあ、男の方から。まあ、基本的に、強いものが弱いものを痛みつけるって、嫌いなので、まあ、どんなに業績がある人間だとしても、まあ、その一回で全ての業績に関しては、まあ、ゼロなんじゃねえかなってすごい思っちゃいますね。まあ、どんなことをされたとしても殴ってはダメですね。うん、まあ、なんだろうね。まあ、どういった経緯があったのか、まあ、これから出てくるとは思うんですけど、うん、とりあえず、大丈夫？殴られた状態が、そこがまだ出てこなくて、通報したのが奥さん本人で、で、まあ、逮捕されたっていうことなんだけど、まあ、通報できるぐらいの怪我だから、とりあえず意識とかそういうのはあるのかなっていう感じで、少しは安心してるんですけど、まあ、そこがちょっと、気になるところですね。まあ、頭とかは殴られてないみたいなので、まあ、大丈夫かなと思うんですけど。思うことが、最初の写真ちょっと、目を大きくしすぎてねえかっていうのが、しかも若い頃じゃねえし、多分っていうね。まあ、そんな感じでございます。はい。ということで、今回は、日本マクドナルドホールディングス元会長兼社長の原田栄子容疑者が殴った谷村由美さんの若い頃の写真を眺めながら思うことについて話していく動画でした。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。